つもご視聴いただきありがとうございます。これ私の色鉛筆ケースの山です。誰であろうともこんなにたくさんの色鉛筆は絶対に必要ではありません。私がこんなにたくさん色鉛筆を所持している理由はひとえに私がバカだからです。こっちは誰かに押し付けようと待機中の色鉛筆です。今回はこの中から昨年一番使った色鉛筆を紹介しようと思います。去年一番使った色鉛筆第5位はファーバーカステルナポリクロモス。最初に36色セットを購入後、足りない色バラで買い足していましたが、結局フルの120色セットを買いました。バラで買うよりセットの方が結局安いので、予算が許すなら初めからフルセットを買うことをおすすめします。それに油性色鉛筆は色数がたくさんある方が混色の手間が減ってやっぱり楽ちんです。私がポリクロマスを使うのは主に人物のアップを塗るときです。ポリクロマスは芯のキメが細かくてムラなく塗ることができ、他のどの色鉛筆よりも重ね塗りをすることができます。ただしホルベインやカリスマカラーなどに比べると芯が硬いので塗るのに時間がかかります。そういうわけで私がポリクロマスを使うのは、これは丁寧に時間をかけて塗るぞという決意があるときだけです。ポリクロモスは高級色鉛筆ではありますが、カランダッシュみたいに法外な値段でもないし、使うほどに良さがわかる一押しの一品です。去年一番使った色鉛筆第4位はプリズマカラー。日本ではカリスマカラーという名前で売られていますが、プリズマカラーと芯は同じです。ただしカリスマカラーの方が色数が少ないです。おそらくこの世で一番芯が柔らかくてこってり塗ることができる色鉛筆、プリズマカラーは発色が素晴らしいです。強烈な色を望む顔にはプリズマカラーが一押しです。こってりした質感の芯はクリームを混ぜるように混色できるので、重ね塗りで色を作るのが苦手な初心者の方でも扱いやすいと思います。去年一番使った色鉛筆第3位はファーバーカステルナアルブレヒトズーラー。これは水彩色鉛筆です。ポリクロモスと同じ120色がフルセットですが、水彩色鉛筆は油性色鉛筆より混色が簡単なので、現在所有しているのは80色くらいです。アルブレヒトズーラーはドライでも使用できますが、やはり水で伸ばした方が本領を発揮します。筆跡を全く残さないで水に溶け、顔料がたっぷり入っているのでとても色が伸びます。必要な水の量が少ないので、塗り絵の本に使用するのには普通の水彩絵の具よりも水彩色鉛筆の方が適していると思います。油性色鉛筆よりも短時間で色が塗れるところも水彩色鉛筆の利点です。去年一番使った色鉛筆第2位はダーベントのインクテンス。インクテンスは水溶性の色鉛筆です。一般的な水彩色鉛筆と違ってインクは固形にしたものなので、水で溶かすと色がとても鮮やかです。インクなので紙への定着が水彩よりも早いので、水で伸ばすときはスピーディーに作業する必要があります。
リンクテンスの色の鮮やかさと手早く色が塗れることが私がリンクテンスをよく使用する理由です。去年一番使った色鉛筆第1位は黄色の缶のトンボ色鉛筆。この色鉛筆は常に机の上でスタンバイしています。塗り以外にも仕事でデザインのラフを考える時などにも使用しています。トンボ色鉛筆の黒は他の動画でも紹介したようにベースを塗るのによく使用しています。水性マーカーやアルコールマーカーで塗った後に陰影を描き足すのにもトンボ色鉛筆を使っています。トンボ色鉛筆のいいところはいろんなタイプの紙に色がのりやすいことです。以上が私が去年一番よく使った色鉛筆ベスト5でした。なるべくいろんな色鉛筆をまんべんなく使おうとは思うのですが、やっぱり使いやすいものについつい手が伸びてしまいます。いつも言っていますが、商品のレビューはあくまで私の個人的感想です。画材との相性は人それぞれなので、私のレビューは鵜呑みにしないでくださいね。もしよかったら、あなたのお気に入り色鉛筆を教えてくださいね。ご視聴いただき、ありがとうございました。